ですよ、うん、官邸も東電本店もパニック状態に陥ってますから、もう本意を見失ってるわけです。国民の命、こう日本を守らなければいけないということをもう見失ってるわけです。まあ、あのパニックですよね。現場はこれをこうしなければいけない、こうしなければいけないって。だからじゃあその吉田さん以下の福島第一原発の現場は何と戦ったんですかって言ったら、事故と戦いました、東電本店と戦いました、官邸とも戦いました。この3つを敵に回して、あのついに今のような状態まで持ってきたという、そういうことですよね。特にね、吉田所長が素晴らしいなと思ったのは、やっぱりね、これ、まあ、もちろん吉田さんは頭のおっさん言うてます、うん、それから部下もすごかった、もう全員がすごかったんですけど、もし仮にこれ吉田さんじゃなかったら危なかったんですね。というのは、あのいろんなシーンがあるんですけど、海水注入を、一種腹揚げをしますよね。あれはちょっとね、普通のにはできませんね、うん、つまり、官邸が海水注入を止めろと、海水注入を行ったら何が起こるか分からないって勝手な妄想な、妄想というかね、もう恐怖に駆られて、一旦止めろと。でその東電もそれ言われて、もう官邸に逆らえないから止める、まあ、それを吉田所長がそれを刺して、おそらく止めろって言ってくるなと。でこれをもし自分が脅威したら、自分はもう多分解任されるだろうし、その後指揮権を失うだろうということで、その時にはもし海水注入をやめろって言われたら、私はその瞬間に海水注入ストップと、もうテレビ電話ですからね、状況分かってる、その時命令します、命令するけど、俺の命令聞くなと、海水注入事前に言ってるわけです。海水注入の担当の部長に、俺が海水注入ストップ言うともお前らやれと、要するにこのテレビ会議場はストップしろとお前に命令するけど、それはテレビ会議場のことであって、実際は止めてはならんということで、事前に打ち合わせした上でそれを実行するわけです。これすごいよ。これもしその時に本部長が、東京の本部長が止めなさい、止めろ、これは命令だ言ってね、これ分かりました、じゃあ止めますわ、じゃあ止めてたら、もしもう今東京は住めない街だったかもしれない。でもそういうギリギリ の、うん、あのあれが崖っぷちを、日本が崖っぷちにどっちへ転ぶかというその、あの状況が続きましたので、ね、だからあの私はその90人以上そのプラントエンジニアたちに取材をしているので、いろいろ聞いてみましたけど、吉田さんが所長でなければおそらくダメだっただろうって言ってましたね。うん、それはやっぱりその判断もさることながら、彼らが何て言ったかっていうとね、吉田さんとなら一緒に死ねるって言ったんですよ。要するに私たちはそのいろんな上司に使えたし、自分も部下をこういろいろ使ったかもしれないけど、そのこの上司となら一緒に死ねるっていう上司なかなかいないじゃないですか。そんな上司に出会ったことないですよね。けど彼らは命をかけて突入したのはなぜかって言ったら、その信頼する上司である吉田さんから命令されてるから言ってるわけで、だから吉田さんとなら一緒に死ねるっていうことを多くのプラントエンジニアが言ったので、私はあの正直衝撃受けましたよ。私戦争ノンフィクションが多いんで、戦争ノンフィクションの取材をやってるような気持ちになりましたけどね。よくそんな人がねいてくれましたよね。さあ、この命を懸けた